谷口も入っています。中村のキックからいいボール、ファーサイド、奈良のヘディング決まった。後半の3分、奈良のヘディングが決まって先制点は川崎フロンターレ。このぐらいの速いボールくればいいよ。先制点はセットプレーからでした。強い。さあ裏に出ました小林、一戦目だ。小林の左足、うわ、これが外れた。苦しくなるときに新しい選手が2人同時に入っていく。そしてもう完全にタスクを、よし、さあ前にいた三好のシュートになるか。よし、いるの、ボールがこぼれている、小林のシュートは決まらなかった。クロスが上がっている中に、よしよしよし、ここからの戦いが鬼門となってきます、川崎フロンターレ、うん、さあハイネル前を向いて逆サイド、ハイネル、いた、ハイネル左足か、左足正面、あそこが行くんで付け落ち着け、小林がいる、ハイネルもいます、この裏来た、来た、20秒超えた、中には小林、ハイネルが待っている。ピッチに戻って今11人対11人の構図です。さあその虎のこの1点守りきるか、タスが強く、いやー、後半の44分過ぎて、さあ42分中を見る、パッキドンがいる、ゴールはパッキドンに合わない。すげえボール蹴るな、だなこれ。キム・ジョンウのキック、よし、ヘディング返します。もう一度キム・ジョンウ、中央ショムシッチ切り返してクロスが上がった、ゴール前、止めた、チョン・ソンリョン止めた、止めるかこれを、至近距離からのシュートを止めたチョン・ソンリョン、この人すごい、フルサイティニス懸命なセーブ、これはやられておかしくないよ、これ、このシュート、おお。